血を抜け。 父上の七から遠くない。足立殿、何やら不義を行ったでしょう。わしの勝ちだな。<笑>さあ野営へ戻るとしよう。下道に負けた銭は返すなと教えられました。 優れたものに負けるのは恥ではないとも教わったはずだが。<笑>次の勝負ではまず弓を改めます。ああよかろう。ただし銭を忘れるな。次の戦で、ようやく芝居だ。その後この汚れた島を立つ支度を始める。足立殿、父上と話してまいります。行ってこい。 戦の後は志村殿の家来に任せればよい。父上、お話が。よし、ついてこい。何用だ。戦の後、息に残って父上が治めるのですか。残らん。近江と戦場が我が家だ。お前はここを治めたいのか。 以前はそのように望みましたが、
今は戦場で生を感じます堺の血だ。なぜです？管轄は志村殿が得手とすること。大風の来航のごとく、大山の雪崩のごとく、それが堺の強者だ。それが堺。かつてお前は弱く臆病だと思っていたが、同じ時を過ごして悟った。堺殿、ご無礼を。しかし早馬から知らせが。おう、しばし待て。行かねば。支度を済ませろ。今日はわしに続け。お前を守る。俺と同じ時を過ごして父上は何を悟った？思案すれども知る由もなし。離れとくれ。
さっさと行け。お助けを。厄介事か。し、人に見られてはなりません。糸と申します。森に囚われてるんです。他の人も私の兄も里に返してくれません。どういうことだ、その森とは。周りを見て、全て全神という僧の信者、皆全神に乗せられて猛虎に仕えています。僧が猛虎に寝返っただと。ここは変です。皆が傀儡のようで、私は従ってるように見せてますが。ここから出してやろう、お主も他の者も。よかった。ですが森を殺さないでください。全神の言葉にただ操られてるだけなんです。いいだろう。では信者だと偽り、寺のうちから他の者を探してみよう。教えは奉公に宿るという言葉がお役に立つかも。間もなく全神が森に降釈するはず。この道を行けば人に見られず聞けるかと。さあ立ってください。今のうちに。大高族に仕える僧か、直ちに明らかにせねば。どの森も満足そうな顔をしておるが、本心なのか。もうこのものだ。この寺を足場にして南を攻めるつもりだろう。あやつが前進。まず大高様はわしに夢を見せた。侍の襲来によって苦しめられるために、腹をすかせ血を吐いながら救いを求めるために。夢だと。大高の毒を飲んだのだろうか。しかし新たな道もお示しくださった。大高族に仕えれば抱えきれぬほどの福を得られるのだと。今宵ご一族が恐怖を安らぎに変えてくださる。さあ膳を備えよ。大高族は今宵来る。その前に皆を救い出さねば。信者を装い寺に入り、捕虜の居所を突き止めよう。全神様のお食事です。お運びいたしましょうか。置いておけ。今宵の支度をしていらっしゃる。森は入ってはならない。やあ原からよ、当山の番頭だ。そこもと、何か手助けすることはあるか。頼むよ。ここにある食い物をカゴの中に詰めてもらえないかね。
前進様の語る幻影は日を追うごとにむごくなってる。大高族が来たらどうなっちまうんだろう。前進様を信じな。教えは方向に宿るってんなら励むしかない。手際が悪かったね。うん、美男はそういうもんさ。妹は前進様に殺されないだろうか。どうしてそう思うんだ。前進様は恐怖に歪んだ顔で誰かいるかのように一人話してんだ。どこか悪いのか。大鷹の。やあ、腹からよ。唐山の番頭だ。侍から身内を救ってもらって以来、前進様にお仕えしてる。なぜこの寺に参られた。糸という娘から前進様のお言葉を聞いたのだ。よろしければ捕虜の番をしよう。あの者らは捕虜にあらず、苦しみにより心を失った窓だ。本来は教えの意を悟るまでとどめるが、そなたには不要とお見受けする。そして直に息の皆も悟るだろう。大鷹様は我らの人力をお認めくださった。今宵ここに入りきらぬほどの褒美を携えて寺に入れますそうだ。ここを足場にしてお言葉を広められよう。息の端から息の外へも。まさに夢のようだ。さて今は急ぎ仕上げに取り掛からねば。さあこちらへ。手を借りたい森の者がおれば助けてやりなさい。ありがたい。よく励もう。何故あがく。この者らは下るのだ。己の未来よ。前進様がいらっしゃるから安心して床につけそうだよ。猛虎に怯えずに済むんだ、うん、苦しみが解けたんだね、うん、あんた見ない顔だね。森は私が決めるんだけど。寺の番に手を貸すよう頼まれた。前進様の教えを学びたい。さらば私らの腹からだね。前進様の教えに従えば安らぎを得られるよ。そうであろう。なれども他の腹からはどうだ。教えを説くためよその者を誘ったとか。そうさ、苦しみから救ってやるんだ。その者らはどこだ。森が近づけないところさ。そこでは百姓の女子も戦に慣れた男も皆教えに従うようになる。ではよく働け、腹からよ。よろでない。そうか、奉公をと思ったのだが。中の奴らに飯を持ってきたよ。入ることはできんか。出ることも
この小屋怪しいな。離れてください。まだ苦しみの中にいます。苦しみに抗っているゆえ口を聞けません。開いたら逃げるよ。バンがいるぞ。バカを言うんじゃない。ここから出たければ教えに従うしかないんだ。ここか。今逃がせば血が流れる。人目がなくなる時まで待つか。十分に探った。逃がすべき時を見定めよう。新参だな。こっちに寄ってけ。腹からよ。しばし休んでもよいか。こいこい。だが酒を飲みたいってんならどっかから持ってきな。どうしてみんな寺に来ないのかね。大高が来てくれれば誰一人飯の苦労をしなくて済むってのに。酒の苦労も使えてりゃタダで食える。寝静まった。動くなら今だ。あやつらはすでに自由。恐怖にとらわれておるのは己だ。助けに来たぞ。教えに従うか。私を試してんだろう。いや、思いたがうな。ここに囚われておる者を救いたいのだ。糸という女子はどこだ。さあ、見たことない。うん、他の小屋であろうな。来た、大高族が来たよ。はい。次の番は猛虎か。俺が番を倒しておこう。その後逃げよ。うどんバカだ。うわっ、うん、
まいしたんだ。おい、うどんくくちゃはるた。おちょっぺり。あつちょっか。Энэ хавдал байгаа. Ой, өнөөх их. Сон биш байсан юм байлгүй дээ. Ой, өнөөх их цаа хавдгийн. よかった。兄さんはどうなりました？寺の外に向かわせる。さあ逃げよう。共に里へ帰れ。他の人は欺かれてただけで殺される道理はありません。猛虎は始末しよう。全身と語らねば二度と会ってはならんことだ。命までは取らないで。良い方だったんです。大高族が息に来るまでは。ヘンドマン、待たせてしまったな。逃げろ。ここにおれば見つかる。いけません。妹を見つけなくては。いとか。ええ、知ってるんですか？すでに助けた。行け、お主を待っておるぞ。ああ、ありがとうございます。ご武運を。Then take your bed. Then take your bed.
戦士、寺の中だろう。これほど尽くしたのだ。殺さないでくれ。見誤るな。大鷹はここにはおらん。だが大鷹の毒は俺も食らった。それゆえ幻が見える。その度己の弱さを深く知るが、決して潰れはしない。お主もそうだ。何が見える？叫ぶわらべ。侍に村を焼かれ、空手のわしに食い物を買う。なだめようとするか、泣き止まず、もう耐えきれぬのだ。耐え抜くのだ、今宵だけは。大鷹の声か。弱くなった。わしはこれまで罪なき者らに何を語った？何をしてかした？苦鬱であった。信者に全て打ち明けよ。大鷹族は恐怖で我らを操り、下人にすべく企んだと。急に服するため務めよう。その後寺を離れる。大鷹の声が消えるまでは。いつか安らげるとよいな。痛み入る。いかような過去があるか存ぜぬが、そなたは勝てよ。相手だ。
を。チンハルゴ、セイヨなわらべのように鏡を追って父が殺された時も隠れておったの。幻め、내게멋있어
Sermund bei Starza. Yavcahat. Yinek hissen hun. Sermund bei Starza. Thank you.
쟤 내게 뭐 줬어? 누구야? 내게 좀 할 수 있다. 제 요원사. 母上は鹿を特にめでていた。一つ吹いてやるか。母上は俺を鹿のそばに座らせ、獣に古今集を読み聞かせようと。苦労したな。俺が使えると先に立って導いてくれた。空で覚えていたな。まで出ようかと思ってるんだ。やめとけ。海で猛虎にやられるぞ。太田家族も対馬を攻めてるのか。いや、対馬の猛虎は荒々しくて。困ったことはないか。近寄るな。Thank you.
長田湖の野営に近づくんじゃないよ。猛虎に奪われちまった。皆は無事か？まあね。その代わりお坊様が連れてかれたけど、でもあのお方がいなけりゃどうせのたれ死ぬ。御坊が生きておればここへ連れてまいろう。しばし待っておれ。戦が終わったら全て忘れてしまいたい。猫に嫌われてんだ。せっかく魚をやったっていうのに知らぬ顔でさ。そのくせ目を離したら食いやがって。それが猫ってもんだ。そもそも食い物くれる人間だ。ずっと騙されてばかり。セク、何を求めるのだ？
하루. 미쳤다. 행인군 하루오 하라데스 사무라이스 마치 잘한다 핸드만 아시아 양초 좋죠 사마라이 양말 느낌 하루 훗나슨 마다 언젠
行っちゃんな。どうしよう、トルギル。どうしよう。下手。どうしよう。ちょっと待って。行っちゃんな。Bundoroy, Bundoroy.
見つかった。あっちだ。あっちベリー。どうしよう。Got it.
ては誠に敵なのか。黙れ。助けてくれたんだな。危うく毒を飲まされるところだった。安全なところへ。抜かるでないぞ。ジン、怪我はないか？
これで勝ったと言えるのか。さあ父君のところへ。足立殿、私は喜び勇むべきでしょうか。勝ったとて勇む道理はないぞ。戦は海賊をかくまった者どもへの戒めに過ぎん。あの者どもは戦の作法すら知らぬ百姓。黙れ、わしはこやつと話してまいる。足立殿、皆に飯を、酒も振る舞え。こっちだ。父上、この戦は。あやつらは海賊をかくまった。だから村の者を全て殺したのですか。いささか分別がなかったが、始めたのは向こうだ。私が切ったのは。お前が切ったのは罪人だ。見事であった。思いがけもないほどに。父上、地頭殿のご下旨に従ったまでだ。顔を上げろ。お前は戦士だろ。父上が生きていればクロードを認めただろうか。鎧、よもや唾で磨いてないだろうね。どうだ。必ず戻ってくるんだよ。囲まれた。ゲスども、向こうに受けよ。
母上は今日の館を渡り歩くという猫の話を愉快そうにしておった。いろんなことを教わったが、じきに剣の稽古が始まった。母上は俺の手を引いて剣士の道場へ通ったが、稽古をさせたくなかったと思う。息のクロードだとさ。本物のクロード様だったら100人力だ。これで俺らも助かる。志村のジジイを肩に乗せたまま猛虎の奴らを何千と斬ったって聞いたよ。何さその噂、
まことではないぞ。何言ってんだ、クロード様の噂を知らないのか。枯れ木のごとくハーンをへし折ったそうだな。さすがクロード様。クロード様に礼をしたいなら供え物がありがたいんだとさ。かつて木だふれがあった場所、その北東にあのお方の野営があるんだ。食い物だったらうまい酒か泡がいいって話だよ。覚えておこう。願いを聞いてくださるかな。聞くだけじゃダメ、答えてもらわなきゃ。いつでも足立家を頼られる酒井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。足立家はもう終わりだ。必死に助けようとしたが。政子殿、恩美の咎ではない。どうすりゃいいかな。困っておるようだな。何があった。猛虎に家を焼かれた。家を建てるか野宿するしかない。頼りになる身内はおらんのか。身内は一人もいない。トトもカカも15年前に死んだ。以来一人で生きてきたから、また一人でどうにかするんだ。ああ不憫だと思わないで。辛いのは皆同じだ。今は材木がなくて辛い。少し分けてやろう。いいのか。それなら家を建てることにするよ。また猛虎に燃やされなきゃいいけど。その時は力になろう。お主の家楽しみだ。ああここには建てない。木を集めてただけだ。でもありがとう。後で持ち帰る。はあ、さあどうなるかな。いや、クロードの野営だな。まだぬくい。飲み干しておる。奴はここで何かを見ておった。待つとするか、戻ってくるはずだ。村の後に誰かおる。賊だ。俺は息のクロード。酒を盗むつもりか。
何かを見ておった。待つとするか、戻ってくるはずだ。村の後に誰かおる。賊だ。あれは息のクロード。酒を盗むつもりか。ただの盗人ではないか。敵はな、なんと。さあどこへ逃げる。追いかけるか。正体を暴いてやる。してしまった。母上はよく稽古や学問に励む俺を菓子で釣ってそばに起こした。稽古をしたと父上には嘘をついていたが、生きる喜びを教えたかったのだろうな。木のクロードよ、後を残したかな。
愚かな。やめよ。クロードに用がある。島の半分が探してる。だがこいつは渡さんぞ。こいつには大きな借りがあるんだ。こちらにもな。一日だけだぞ。それ以上待つつもりはないからな。してお前が噂のクロードなのだな。いえいえ、俺はただクロード様に仕えてるものです。息を守るため日夜励んでたんですが、ある日キツネビトに襲われ、クロード様が捕虜に。どこに運ばれた？野営です。ここから西の。一日でお助けしないと。いや、お前は残れ。俺が代わりに行く。クロードに聞きたいこともあるからな。見過ぎたんじゃないか。待たせたな。お前は、酒井様。ここから出して。クロードだと偽っておったのか。敬意の証です。何を。なぜお前だと気づけなかった。ごめんなさい酒井様。猛虎だらけで対馬は怖かったんです。そしたら壱岐の船乗りが本土に渡るって聞きましてね、つい来ちゃいました。別れも告げずにか。忙しそうでしたから。ではなぜ本土に行かず壱岐に留まっておる。船に忍び込んだことが暴かれまして、壱岐で行き詰まってたら島の悪い連中に襲われたんですよ。あいつら強盗だ。何かしでかしたな。金を少し借りて古い酒を売ってみただけ。
今や島の半分から憎まれ、もう半分から金を借りておるということだな。違うか？お見事。クロードだと偽ったわけは？憎まれてるからです。でも偽れば皆の励みになりますし、ならず者を騙せばついでに。悠々と本土へ渡れるな。ほら、損がない。好きにしろ、自ら撒いた種だ。クロード様なら助けるところでしょ。動くでない。腕が動きません。動かせ。野営まで送ってやるが、あとは知らん。では息のクロード、力を尽くせ。待って待って、置き去りなんてひどい。島中から狙われてるんですよ。手下を頼ればよい。フグのこと、生きてます？お前のせいで殺されかけておったがな。ただの漁師なんです。どうにかしなくちゃ。フグを見つけてくれたら一生酒井様に頼りません。近くにおるはずだ。実は落ち合う場所を決めてあるんです、万一のために。案内しろ。対馬にいらっしゃると思ってたのに、どうして息なんかに？幾とせも前に父上と来たことがある。それきりであったが、息についての噂を聞き捨てることはできなかった。その噂知りたかった。息に猛虎はいないって聞いてたばっかりに。フグのことだが、いかにそそのかしてあやつを引き込んだのだ。息に渡る船が猛虎に沈められて溺れ死になったところを助けられたんです。それ以来懐かれちまいまして。誰からも好かれるのだな。天性ってやつです。フグ、足だ。ご無事だったんですね。クロード様の快晴だ。クロード様と呼ぶのはよしなさい。これからはケンジ。クロード様はこちら。ああ、ガッテンです。あ、ドクジャって男からことづてが。今言うな。博多の津のドクジャと悶着が。ドクジャが例の船乗り、本土へ船を出すっていうから、こっそり乗り込んだら気づかれちゃいました。生きたまま島を出るには金を払わなくちゃならないんですよ。ドクジャに話をつけねばな。助けてくれます？尻拭いをするつもりはない。だが侍から逃げ回っているというドクジャには会っておきたい。あの馬はどうした？ミオは借船の方として預けてあります。無事だといいけど。独者は叔父上から追われておる身、船で腕を切られなかっただけありがたく思え。切られかけましたよ、別のところ。でも本土への船に乗せてもらえるんです。ミオを借船の方にして、あとは船代を払うだけ。いいねの10倍をね。言っときますが、ドクジャはアシラのような男を嫌うんです。というと？だから豪の者。おかしいです。いや、とにかくドクジャを怒らせるのは禁物。面倒はたくさんなので。フグは待ってろ。はい。あ、ケンジ様。のクロードだ。ドクジャに会いに来たぞ。ケンジ、勇むな。食べんも控えろ。あしが食べん。金はどうした？お主が博多の津のドクジャか？ケンジ、こいつは誰だ？友です。
酒井仁様。酒井、父子と手合わせしたことがあったな。あれ以来小指が動かなくなっちまってる。死んで当然の男だった。父上の敵が俺の敵とは限らぬ。そうだな。恨みつらみは商いの邪魔でしかない。それで侍が俺に何の用だ。賢治から事の次第を聞いた。こやつは悔いておる。そうです、足は底抜けにアホなんです。お主に金を借りたそうだな。千金をな。駆け引きは無駄だ。聞く耳は持たんぞ。千金を望むなら一とせほど待つことになるぞ。俺は構わない。まことか。今払ってもよい。欲しくないか。もうここから逃げるために、ただし額を減らせ。これで手を打て。お主とて賢治が死なずに全て払えるとは思うまい。ひどい。小賢しいとも思ったな賢治。ここは一つ手を取り合おうじゃないか。酒井様、実は大高家族に海図を盗まれちまってな。唐国との抜け荷の海路が記されてるもんだ。それに本土への道もだろう。ああそうだ。猛虎に読み解かれでもしたら鎌倉の水軍の弱みを握られることになる。それは不安がいっぱい。では我らで取り戻す。だが本土へは賢治も乗せて行け。ああお安い御用だ。賢治に気をつけな。油断すると厄介事を運んでくるぞ。